おはようございます。朝活市原誠さんの詰め将棋23手詰めオンリー50問一本勝負やっていきたいと思います。だいたい10分から15分で解けるようになってきたんで、まあ前から思ったんですけど、これ2ですよね。で調べていったら1も3も4もあるみたいで、2をずっと解いていくっていうのも集中力がついたりとか、まあ、50問連続でするって結構大変ですからね。もうちょっと余裕、力に余裕ができてきたんで、今日はですね1もねトレーニング、3は5手詰めの50問なんで、ちょっとそれすんのハードル高いかなと思うんですけど、ちょっとね今日1に手出して1も2もできるようになったら3だ、トータルで1時間でぐらいで1から3まで投資でできるっていうのが朝と夜にできたら一番いいのかなと思ってるんで、うだうだ言わずにやれって話ですけどさ、それじゃあ行きましょう。ちょっとねいつも苦手な盤面があるんで、その盤面を去って解けるか問題なんですよね。得意というか基本的にはノータイムでほとんどいけるようにはなってきてるんですよ。もうこの盤面見たらここにしたらもう自動的に詰めるよね、詰めろかけれる、まあ俗に手筋だと思うんですけど、そこのところは OK になってきたんですけど、やっぱね難しいというか苦手な、自分が読みづらいっていうやつなんでしょうね。そうなるとどうしても解けないんですよね。まあ、そこで解ける日もあるんで、その時は自分の調子がいいなっていう時だと思うんで、それの違いっていうのがあんま分かんないんですよね。体調問題なんでしょうけど、まあ羽生善治さんがよく言ったもんだなと思うんですよね。朝詰将棋することによって自分の今日の体調が読めるっていう風に言ってたんで、なんか調子悪いなとか調子いいなって基準って結構曖昧だと思うんですけど、将棋でこれちょっと今日できるから調子いいなとか、ここに気づけるのって調子いいなとか、まあ、最初のうちこの市原誠さんの詰将棋やってた時は正直何時間、2時間半ぐらいかかりましたからね。それが今や10分でできるようになってるんで、まあ、全ての筋をちゃんと覚えれてるからできてるかとかそういうわけではないんですけど、ここなんですよね問題は。ここをパッて解けたら、OK と思ってるんですけど、ここがね苦手なんですよ本当に。1三角成だと3二飛かな、3二飛同2一ってされたら1三角成2一をダメだし、2三飛と、ここなんですよねどうしても。1三角成2一になるし、かといって3二飛って打ったら2飛車取られて、今日もダメですね。1四飛って打って、1三飛って打って1にして、なんでこれが苦手なのかなっていつもですね。11飛車ダメだし、22飛車成もどうとなってダメだし、じゃあ23飛車成、23飛車成もうダメ、苦手なんですよねこれが。ここも違うね、完全理解できてないからなんですよね。何回もやってるんですけど、ここほんと詰まるんですよ。詰まる場所が決まってるんで、13比じゃないかな、馬かな、これこの狙い方ができないんですよね、どうしても。難しいな、ほんと難しい将棋って。
まあ、誘って詰めりゃいいっていうことだってのは分かってても、それでも手筋だと思うんですけど、その手筋もね、得意な手筋と苦手な手筋ってやつですよね。でも相手側からしたら苦手な手筋が分かってるから、その手筋で攻め込まれたらそれは勝てないですからね。相手の得意な手筋で攻めるか、自分の苦手な手筋で攻めるか、あれ？こっちか、1四まで角成りね、飛車成りね。あれ、そっか、1一か、こんなもんですよ。ここもね苦手なんですよね。でも苦手なやつを去っていけたら調子がいい日ですね。だから調子は悪くはないんですよね。絶好調ってわけでもないんですけど、あ、でも50問正直僕の中では連続で解けるんだったら、ああ調子いいんじゃねえかって思ってますからね。最初のうちだったら1時間20分かけながらでも50問連続でやっぱ解くっていうのは結構集中力がいると思うんですよ。まあ、できたらノーミスがいいですよ。14、これも苦手なんですよね。14、違いますよね。これが苦手、これも苦手なんですよ本当に。思いつけないんですよ、ね、どうせやれって話なんですけど、馬をずらして金ですね。ずらし金ですね。桂でな、強でなって詰めて、馬で詰めて角金、飛車打って詰めて馬なり、飛車で三筋を詰めて桂なり、竜で詰めて桂で詰めて空いたスペースに飛車、馬で寄せて、そうですね、馬で寄せて1一飛、基本的な流れだと思うんですよ、ね、それに気づけるか問題ですよ結局は。三三角で寄せて金、2一で寄せて頭金、基本的にやっぱ狙いたいのは頭金ですからね。
金の有用さにびっくりしますからね。で1一金 OK ですね。まあ途中で引っかかったのが2問ぐらいあったね。そこをできたとしても5分で解けないんじゃないかなと思ってんですけどね。ノータイムでガンガン詰めていって5分できたらタイトルも見たくない、ね、タイトルと、できたらタイトル消しながらしたいんですよね。だからこれオプションでタイトルをなくすってできねえのかなっていつも思ってて、タイトルと寄付のところを覚えちゃうけど実践じゃこんなタイトル出ないですからね。まあ付箋とか貼って消しゃいいんだろうなとは思ってるんですけどね、まあ、ちょっとね工夫が必要かなと思いますけど、今ね5時なんで、今からウォーキングしてラジオ体操をして、で市原誠さんの詰将棋1とね、3もねできたらなと思うんで、今日はね将棋に1日かけたいなと勝手に思っております。頑張ります。